谷川浩二は、将棋騎士。17世名人の資格保持者。若松松正和八代門下。騎士番号は131。兵庫県神戸市須磨区出身。タイトル通算獲得数は、歴代5位。日本将棋連盟騎士会会長、日本将棋連盟専務理事を務め、日本将棋連盟会長を務めた。5歳の頃、5つ年上の兄。 年明との兄弟喧嘩が絶えなかったため、父が兄弟喧嘩を止めさせる目的で、将棋盤と駒を買ってきて、兄弟で将棋をささせた。これが将棋との出会いである。ルールは百科事典で調べたという。そして、兵庫県の大会に出るようになって、面白さを感じるようになっていく。なお、この話には、兄弟喧嘩は、むしろひどくなったというオチがある。 負けず嫌いだった谷川は、駒を投げつけたり、噛んだりしたという。小学生時代、神戸、三宮で行われた将棋のイベントで、内藤邦夫と対局したこともある。この対局について、内藤は、中盤から終盤への感覚が優れていたと谷川を、表し、谷川も、大きな自信になったと解雇している。プロを目指すことになった孔次は、小学5年の4月に、 五級で、奨励会で指し始める。以降、順調に昇級、昇段を重ね、中学2年時代の1976年12月20日に4段に、昇段して、プロデビューした。加藤ふみ以来、史上二人目の中学生騎士となっている。プロ将棋史上、中学2年以下でプロ入りした騎士は谷川が、史上初である。なお、兄、俊明はな中学校。 高等学校と東京大学や理工で将棋部に在籍し、アマチュアのタイトルを何度も獲得した。将棋ジャーナル市の企画対局において、四段時代のハブ、吉シに平手で勝ったこともあるほか、週刊将棋のアマプロ平手戦では佐藤康光にも勝っている。末尾の年表も参照。1983年に史上最年少名人になった頃、 中原時代を築いた、中原誠16世名人の後継者と目され、1991年度には四冠王となった。しかし続いてやってきたのは、谷川時代ではなく、ハブ世代の騎士たちとの対決の時代であった。特に、ハブ吉原との150曲を超える戦いは、ゴールデンカードと呼ばれることとなる。中学生騎士として脚光を浴びて、 プロデビューした谷川は、順位戦において、最初の一機だけ足踏みをする。しかし、その後は四機連続昇級して一気に、A 級に上がる。この間、1978年度に、若手の東流門である若獅子戦で帰戦初優勝を、している。なお、この頃の順位戦は、A 級に相当するリーグが、名人戦挑戦者決定リーグ戦、B 級一組から、 C 級二組に相当するリーグが、小高級リーグ戦一組から四組という名称であった。隠して A 級八段となった谷川であるが、夢は中原名人を破って名人となることであった。その4月から中原名人は加藤一文挑戦者と名人戦を戦っていた。この第40期名人戦七番勝負はフルセットで、しかも、 持ち将棋が一局、千日手が二局という十番勝負となっていた。谷川はこの最終局の解説会で解説役を務めていた。結果は加藤の勝ちとなったが谷川は当時の心境について加藤先生には申し訳ないが中原先生に名人のままでいてもらわなければ困ると思っていた。加藤先生の勝ちとなった時には呆然とした。 との胸を語っている。また、後年の次長には、名人戦の舞台で、加藤先生と戦えたことは、幸運であった、と書いている。谷川は、加藤名人への挑戦者を決める、第41期名人戦挑戦者、決定リーグ戦でも、快進撃を続け、7勝2敗で1位体の成績を、収め、中原誠とのプレーオフを制して、名人挑戦権を得る。 そして、第41期名人戦において、第6局までで勝ち、初タイトル、名人を獲得。史上最年少名人の記録を打ち立てた。谷川は5段から8段をべて順位戦昇級により、昇段したため、名人位獲得を A 級から名人への昇級と考えると、史上初めて5段から9段まですべて、順位戦昇級で昇段したことになる。 タイトル獲得での会見で、一年間、名人位を預からせていただきますと語った。後に、将棋フォーカスのインタビューでは、他のタイトル戦は、中原誠先生に遅れをとっていると感じていた。と語っている。1983年7月19日の対、大山康春戦で、大戦の玉を詰ます、手順の中で、内部詰め回避の角船りという、まるで作った。 爪将棋のような手を指して勝っている。1983年度の第2回全日本、プロトーナメントで、プロ入りが同期の田中虎彦と、決勝3番勝負を戦う。若手時代、谷川は、序盤不得意で、終盤得意、逆に田中は、序盤得意で終盤不得意ということで、よく比較され、ライバルと呼ばれることがあった。谷川は、 この決勝を2から1で制して優勝。これが全騎士参加のトーナメント棋戦における初優勝である。同棋戦とは相性が良く、19回の歴史の中で谷川の優勝は通算7回、準優勝は通算3回である。翌年、初のタイトル防衛戦となる第42期名人戦では、粘り強い気風からダルマ流と呼ばれた。 森安秀光を相手に4勝1敗で名人異防衛に成功する。この時、これで弱い名人から波の名人になれたと思いますと述べている。第44期規制戦で米長国を規制に挑戦。名人対三冠王ということで注目された。しかし、第1局で相手の負の数を間違えて読むというポカがあり、また、第2局では、 米ネの泥沼流の受けから逆転負けをするなどしてストレート負けでタイトル戦での初の敗北を喫する。ちなみに米長はこの少し後に中原から10段位を奪い谷川名人と中原10段を倒して四冠王になった。1985年度3度目の防衛戦となる第43期名人戦で挑戦者の中原に敗れる。また、 同年度の第33期王座戦では、谷川が中原への挑戦権を得たが、ダッシュはならなかった。しかしながら、全日本プロトーナメントで3連覇し、第11期期王戦では、イブシ銀ンこと、桐山清澄から清居をダッシュした。さらには、NHK 杯戦優勝、初の最多勝利、前述の王座挑戦などの活躍により、 将棋大賞の最優秀騎士賞を初受賞する。次は、谷川より少し遅れて対等してきた、55年組の一人で、ある、高橋道夫とのタイトル戦が3つ続く。1986年度、第12期期王戦は、高橋が、先手の2局は相倉、相イ倉谷川が、先手の2局は、角代わり腰掛け銀となり、 相手の得意戦法を二度ずつ受けて立つ戦いとなった。結果は、角代わりで一敗した谷川が起用を失感し、無冠となった。しかし、翌1987年度に、第28期王位戦で、高橋から奪取する。なお、この王位戦七番勝負の日程と、並行して、両者は十段戦リーグでも二度対戦しており、結果は一勝一敗であった。さらに、 第13期気王戦においては、前年に高橋から奪われた気王位を奪還する。これで、自身初の2冠となる。1988年度、第46期名人戦は、中原名人への挑戦となった。3勝1敗で中原を追い詰めた後の、第5局で、中原の悠然とした態度に威圧され2勝目を、返されるが、第6局で勝ち名人に福井。 この時点で初めて3冠となった。しかし、同年度の第29期王位戦で、終盤の魔術師こと、森慶二に敗れ、第14期期王戦では、55年組の一人で、地蔵龍こと、南宝一に敗れて、名人のみの一冠となった。1989年度、第47期名人戦で、名人を防衛し、 さらに第30期王位戦で森から王位を奪還して2巻に復帰する。1990年度、第48期名人戦で再び、中原誠に、名人を奪われたものの、第38期王座戦で、中原誠から王座を奪取し、すぐに2巻に復帰する。その間、第31期王位戦では、タイトル戦初登場の5段、佐藤康光にフルセットに持ち込まれたが、 辛くも防衛に成功した。同年度、第3期竜王戦で、ハブヨシと初めてタイトル戦の舞台で戦い、ハブから竜王を奪取。自身2度目の3冠となった。しかしながら、この竜王戦で3から0の後の、第4局で、203手の名曲で、ハブから一生を返されたことに関し、4から0か4から1かというのは大きかったかも、しれないと述べている。 そして、四冠王となる年である1991年度を迎える。第32期王位戦では、三冠のうちの一冠を防衛。第39期王座戦での相手は、かつて谷川に感覚を破壊されたとまで言わせた穴熊の名手、福崎文吾であった。最初の二局で、福崎の穴熊戦法の前に屈したのが大きく、王座を、質感した。 この最終局は千日手差し直しとなったが、その終盤、喉が渇いて苦しそうにしている福崎に、谷川は自分の茶を差し出した。福崎はそれを飲み干した後、自らを価値に導く妙手を発見した。しかし、それでも谷川は失速しなかった。第四気流王戦で、矢倉の森下システムで知られる森下拓の挑戦を退けて、 防衛に成功する。第一局は、角代わりの出だしからの持ち将棋であった。次に、第59期規制戦で、南本一を破り、初めて規制位につく。さらには、第41期王将戦でも南を破り、初めての王将位を獲得する。これで、全7タイトルを、各1回以上獲得したことになり、また、大山安春、中原誠。 米永邦夫に次いで、史上4人目の四冠王となった。1992年度は6度のタイトル戦で、ハブ世代のうちの3人と対決する。前期、後期の規制戦、第60期規制戦と、第61期規制戦では、ゴーダ・マサタカを相手に2度防衛する。しかし、第33期王位戦ではゴーダに敗れて三冠に、交代するとともに、 ゴーダの史上最低段タイトル獲得の記録達成を許してしまう。第5期竜王戦ではハブにダッシュされ、2巻に交代する。第42期王将戦では防衛に成功したものの、第18期期王戦ではフルセットの戦いの末、ダッシュに失敗する。そして、翌1993年度からはタイトル戦の相手がほとんどハブだけになる。 1993年度前期の第62期規制戦で出刊し、王将のみの一貫となる。これで、ハブとのタイトル戦で3連続敗退となり、この頃からハブに対して苦手意識を持ったという、第41期王座戦ではダッシュ失敗。同年度、第63期規制戦は、羽生へのリターンマッチとなる。最初の2局で2連敗したが、 この二杯目の一曲でのハブの指し方は、従来の将棋の常識からかけ離れたものであった。まず、序盤早々、十八手目四に角と引いて四四の負の、ただ取りを許し、さらには、谷川の玉に迫っていた七九の時を九九の、強者を取るだけのために二手をかけて、八九と九九とと、退却させた。売られた喧嘩を谷川が買う乱戦となったが、最後は、 ハブの勝ちとなった。しかし、この2連敗の後、1 0日手2回による日程繰リノベがあり、その後に2連勝という粘りを見せて、フルセットの戦いに持ち込んだ。その2勝目は、タイトル戦としては、非常に珍しい49手という単手数でハブを、投了に追い込んだものである。しかし、最終局の矢倉戦で敗れて、ダッシュに失敗した。 第43期王将戦では、中原を相手に、王将の一巻を死守した。一方、ハブは、この年度に、佐藤やス密に、竜王位を取られたものの、規制と王位を防衛して4巻を剣持、名人戦で、米長を下し、5巻に復帰、竜王戦や王将戦の挑戦権を獲得。翌年、佐藤から、竜王位を取り返し、史上初の6貫を達成するなど、 全艦制覇への道を歩んでいた。1994年度は、第64期規制戦と第42期王座戦で、ハブに挑戦するが、いずれも敗退する。一方、ハブは、二大タイトルの名人、竜王それぞれ米永国を、佐藤康光から奪取して、史上初の六冠王となり、残るタイトルは、谷川が持つ、王将位だけという状況になった。そして、ハブは、 第44期王将リーグで5勝1敗で5だと並びプレイオフを制してついに全7冠制覇をかけて谷川王将に挑んでくる。そして迎えた第44期王将戦は第1局の谷川の戦勝で始まった。ところがその第1局と第22局の間に谷川は阪神淡路大震災で被災する。しかも第22局より前の1月20日には 米永邦国夫との永久ニ人戦があった。19日に妻の運転で神戸から大阪に脱出したが13時間もかかったという。それでも谷川は対米永戦で勝ちハブとの王将戦第2局でも勝った。しかしハブも粘って3勝3敗としフルセットに持ち込んだ。そして青森県奥入瀬で行われた最終第7局は アイアグラの将棋となったが、二日目に七十六手で、千日手が成立し、その日のうちに差し直しとなった。差し直しつぼねは、先手、五手が逆であるにもかかわらず、四十手目まで、千日手局と全く、同じ手順で進み、お互いの意思がぴったりあった。四十一手目で、初めて先手の谷川が手を変えた。結果、百十一手で、先手、谷川の勝ちとなり、 4勝3敗で王将を防衛。最後の取り出として、ハブの七冠独占を阻止した。この日は、将棋界の取材としては、異例の数の報道陣が退去して詰めかけていた。勝利したのが谷川であったのにもかかわらず、退局後に、カメラやマイクが主に敗者である、ハブ吉春に向けられたのも、異例のことであった。後に、谷川は、震災がなかったら、 取られていたかもしれないと語っている。また、後年、インタビューにて、一度、七冠のチャンスは、作れても、二度は無理だろうと思っていた。とも語っている。1995年度、ハブは、開幕から、名人、棋聖、王位、王座、竜王とすべて防衛に成功し、さらに王将リーグも再び制覇して2年連続で、谷川王将の挑戦者となる。 この第45期王将戦七番勝負では、ハブが開幕から3連勝し、あっという間に、谷川を追い詰める。山口県のマリンピア黒井で行われた第4局の、戦形は、勝っても負けても、大差の内容になりやすい、横ふどりとなり、谷川は、先手番で中原囲いを組むという新構想を見せる。二日目の模様は、 NHK の衛星テレビで放送され、時間枠は午前9時から終局までという異例の長さであった。その中継会場は大入りで、その熱気で解説役の森下拓、山田組は汗だくだったという。谷川にとって37手目が悔やまれる一手であった。二日目の15時半頃にはすでにハブが焼成そして、もはや自玉に受けがなくなった谷川は、 77、79手目の形作りの手で首を差し出した。以下は優しい罪。ハブが82手目7、8金と引いて大手をかけた手を見て、17時6分、ついに谷川は投了した。谷川にとっては屈辱の七冠王誕生である。前年とは異なり4戦4敗であっけなくタイトルを渡す形となった。終局直後のインタビューでは、 せっかく注目してもらったのに、ファンの方にも、ハブさんにも申し訳ないと述べた。ハブに7冠目を献上した屈辱の後、1996年、第9期竜王ランキング戦一組の2位で、本戦出場となった谷川は、挑戦者、決定3番勝負で、佐藤康光を2勝0敗で破り、ハブ竜王へのリベンジの機会をつかみ取る。 そして第9期竜王戦七番勝負で、ハブから竜王位を奪取する。この七番勝負第2局の終盤80手目で、谷川が77桂と打った手は、まさに、高速の寄せと言われた。一見、ただで取られるだけのところに桂馬を放り込んだと言っても、良い。この手を境に、ハブの玉は立ちどころにより形となり、谷川の勝ちとなった。当時、 NHK 将棋講座で講師を務めていた中原誠は番組の中で今回の竜王戦は面白くなりましたね。77K という手が出ましてね。とコメントした。谷川自身は当時のことを解雇しこのような手が浮かぶのは理屈ではない。77の地点が光って見えたと書いて信じてもらえるだろうか。と語っている。なお、直後の 第46期王将戦でも王将リーグで村山清との4勝2敗同士のプレーオフを制してハブに挑戦したがこちらでは敗退しているしかし第55期永久順位戦では1敗後の8連勝でハブ名人への挑戦を決める そして、年度が明けての1997年の第55期名人戦で勝利を収め、前年獲得した竜王も含め、二大タイトルを独占する。また、この名人獲得は、通算5期であり、規定により、衛星名人の資格を得た。翌朝 NHK 総合テレビのニュースに出演した、谷川は、内容が良くなかった。まだ、谷川時代を作っていないと語った。 名人戦と日程が並行した1997年4月から5月の第15回全日本プロトーナメント決勝五番勝負では森下拓を下して6度目の優勝をする。この決勝五番勝負では谷川が後手外の2局において先手森下拓の相らへの誘いに谷川が応じず後手急戦棒銀を見せて話題となった。同年度は 第10期竜王戦で竜王防衛も果たし、二つのビッグタイトルを独占した。これが評価され、最優秀騎士賞を受賞。また、1997年の獲得賞金、対局量ランキングで1位となった。ちなみに、2位は、ハブ義晴の1億182万円、3位は屋敷、信幸の3555万円であった。 1993年から2018年の間に、ハブ以外の騎士が1位になったのは、この年と2013年と2017年だけである。1998年度以降のタイトル戦は、ハブ義晴、佐藤康光、藤井岳、郷田正隆、丸山忠久、森内俊之といった、ハブ世代の騎士たちばかりを相手にしての戦いとなった。 1998年度第56期名人戦七番勝負はフルセットの戦いとなる。第6局まではすべて先手を持った側が勝ちの展開で3勝3敗となった。谷川が先手で勝った3局はすべて谷川が得意とする角代わりの戦形を佐藤が受けて立ったものであった。最終第7局は振りごまで谷川が先手を引きってた。 しかし、谷川は、初手7六歩、二手目8四歩の後、角代わりを目指す二六歩ではなく六八銀として、矢倉を選択した。結果は佐藤が勝ち、佐藤新名人を誕生させてしまった。同年度、第十一期竜王戦は、四組からの挑戦者として、勢いに乗る藤井武史との戦いとなった。藤井は、革新的な島飛車戦法を、 富士システムの創始者として知られる。谷川は、第1局は穴熊を見せつつ、極東戦を仕掛けて、負け。第2局は相振り飛車にしたが、負け。第3局と第4局は、自陣の囲いが固いままでも、絶望の局面、いわゆる、姿焼きとなって、負け。結局ストレート負けで、富士新竜王を誕生させてしまい、自身は、無冠となった。 名人と竜王を、出刊した谷川には、時期まで、全竜王、全名人の肩書を名乗る権利があった。しかし、本人の意向により、連名から発表されたのは、通常の、球団の肩書であった。1998年度の永久順位戦は、村山清の球場により、九人でのリーグ戦となる。谷川は七戦前勝で迎えた、最終第八回戦で、 島明に敗れる。これにより島は永久に残留となり、代わりに弟弟,弟子であり、仲も良い井上啓太が永久から陥落した。七勝一敗同士の森内俊之とのプレイオフを制して佐藤康光名人へのリターンマッチの権利を得たものの、井上君には申し訳なかったと語った。そして迎えた1999年度の佐藤康光との 第57期名人戦は最初の2局で連敗した。しかし、第3局と第5局で前年と同様、谷川得意の角替わりを佐藤が受けて立って谷川が勝つなどして3連勝し、奪還まであと1勝とした。次の第6局では佐藤が一ナ穴熊を用い、2日目の深夜まで続く長手数の将棋となった。ダイジェストを短時間で伝えるだけの予定だった。 深夜の NHKBS2 の放送枠は生中継と化した。司会の吉川誠一アナウンサーは冒頭に、なお熱湯が続いていますを二度繰り返した。放送が始まった時は189手目で、谷川が佐藤の玉を詰ますことができるかどうかの難解な局面であったが、詰めますことができず、佐藤の203手目を見て23時54分に谷川は投了した。 そして、最終局も、佐藤の勝ちとなり、谷川は名人を取り返すことができなかった。なお、このシリーズで、谷川は、あと手伝いの2局で、当時本格的に流行し始めた、先方横太り八号比を採用している。この名人戦の直後、第70期規制戦で、合田正隆から規制位を奪取し、無冠を返上する。この時、テレビのインタビューで、 一つぐらいは、特徴しながら語り、依然、第一人者となるべき身の自覚と向上心を示唆した。2000年度は、王位戦で2年連続挑戦するなどして、第71期規制戦、第41期王位戦、第50期王将戦という3つのタイトル戦でハブと対決する。特に規制戦と王位戦は、日程が重なり、また、どちらも最終局までも連れ込んだため、 12番勝負と言われた。結果は3つとも敗退し無冠となる。しかし、この年度の第59期永久ニ人戦では、最終9回戦で佐藤康光との同母子決戦を制し、丸山忠久名人への挑戦権を得る。そして、2001年度の第59期名人戦は、3年前の佐藤との名人戦と同様、 第6局まですべて先手が勝ち、最終局だけ後手が勝つという展開で、丸山の防衛となった。この名人戦は、後手の谷川の島飛車に対して丸山が、ミレニアム学校を2度用いたり、横太り八号飛が3度現れたりするなど、当時の流行を象徴する戦いとなった。2002年度、第43期王位戦七番勝負で、羽生義晴から王位を奪取。 およそ2年ぶりにタイトル保持者となる。このシリーズの全6曲は全て異なる戦形であった。なお、この王位戦の第1曲でちょうど公式戦、通算戦勝を記録したので、当時 NHK に解説役で出演した騎士が戦勝で戦勝というダジャレを言っている。翌2003年度の第44期王位戦は、 ハブに奪還を許さずに連覇した。ハブを相手に、同一タイトル戦で2年連続勝利したのは谷川が、初である。また、同年度、第29期気温戦では、丸山忠久得意の、先手、角換わり、後手、横太り八五比を打ち破って、気温位を奪取シ1998年の名人質感以来、約6年ぶりに2冠となる。しかし、 これら二つのタイトルは、次年度に、第45期王位戦と、第30期王戦で、いずれもハブに、ダッシュされてしまい、またも無冠に追い込まれる。2003年12月19日、A 級順位戦の対、島明戦において、棒銀の銀をただ捨てした名手を指す。出だし、島が、自分から、角交換をして、戦後逆の角代わりの将棋となり、渦は、 その53手目、谷川の棒銀による銀交換を先手の島が拒否して77にいた銀を88銀と引いた局面である。ここで77銀なりが炸裂。以下、同計38馬同金89比79銀、88飛行成同金79比なり48玉、88流47玉45金と進み、たちまち寄り形。 この54手目77銀成で、将棋大賞のマスダ構造賞を受賞した。同賞では、先方でも囲いでもない特定の一手に対する、初の授与であった。竜王戦で、第1期から第18期まで18期連続で一組に在籍。第1期からの連続記録としては最長である。2005年度の、第64期永久ニ人戦では8勝1敗で、ハブと並んで、 トップタイとなる。二者による、プレイオフは2006年3月16日に行われ、流行の後手番一手損角代わりの戦形となった。最終盤で、ハブは127手目に3一角と打ち捨ててから、谷川の玉を猛然と詰め増しにかかったが、谷川は巧みに罪を逃れて156手で勝利。この一局の内容は高く評価され、将棋大象で新設されたばかりの、 名曲賞を、ハブと共に受賞した。そして、11度目の名人戦闘場となる、第64期名人戦を迎えたが、第1局では、終盤に、森内が、自陣の7-2と8-2に銀を並べ打つという陳形の、強い受けを見せて勝ち。また、第2局では、一転してご機嫌中飛車、長久戦での一方的な内容で一飛車側の、森内が勝つという出だしとなった。 あとは、先手番に自信を持つ、森内に着実に2勝を上積みされて敗退。9年ぶりの名人福井はならなかった。第67期永久順位戦は、最終局1局だけ残した時点でも、高級の可能性があるという、谷川にとっては、初めての危機を迎え、このことは、地方紙でさえ取り上げられた。そして、最終局の第、鈴木大介戦は、 勝った方が残留、負けた方が高級という決戦となった。この大事な一局で、先手番の谷川が選択し、誘導した戦たちは、相振り飛車であった。結果は、谷川の勝ちとなり、永久残留に成功した。2007年度、2008年度と、タイトル戦闘場も優勝もない年度が続いたが、2009年度は、 JT 将棋日本シリーズで優勝し、同期戦での最多優勝記録を6に更新した。なお、全年度獲得賞金、対局量、ランキング13位だった谷川には、もともと、日本シリーズへの出場権がなかったが、渡辺明が近親者から、新型インフルエンザを感染している、可能性があって欠場したため、繰り上げ出場した。優勝後のインタビューでは、本来、 出場できる立場ではなかった年、優勝賞金は主催者や連盟と相談の上、小学生への普及のために使ってほしいとの胸を語った。そして、翌年の9月に3000セットの将棋盤と駒を寄付した。第69期永久ニ人戦で残留し、第70期ジニ人戦を永久のまま迎えることが決定。これで永久在籍の連続記録を30期に伸ばして、 中原誠の記録を抜き、歴代単独3位となった。2011年3月10日、第24期竜王戦2組昇級者決定戦1回戦で、中川大輔に勝ち、史上4人目の公式戦、通算1200勝を達成。48歳11ヶ月での達成は、当時の最年少であり、4段昇段後34年に、ヶ月での達成は、 33年8ヶ月の中原、誠16世名人に次ぐ記録であった。衛星規制獲得まで、あと一期と迫っているが、2000年度の規制室感、以降、2009年度のベスト4が最高である。2012年4月26日、竜王戦2組昇級者決定戦1回戦において、阿久津力に敗れて、3組への陥落が確定。 第71期永久ジョニー戦では、2勝を6敗で、谷川、高橋道を、橋本隆則の3人が並び、高級の可能性を残して最終局に臨んだ。順位が、他の2名より、上位のため勝てば、自力で残留を決められる対局であったが、屋敷信行に敗れ、谷川の残留は、他の対局の結果へ委ねられることになった。しかし、 高橋と橋本が揃って敗れたため、辛くも A 級残留を果たした。第72期 A 級ジョニー戦に参加し、連続 A 級在籍記録は、マスダ・コを抜き歴代単独2位となったが、2014年1月7日に、渡辺明に敗れ1勝6敗となった後、10日に、舐め方正治と、屋敷信之が勝ったため、B 級1組への高級が決定し、 連続在籍記録は32期で途絶えた。なお、永世名人が B 級一組所属となるのは、第59期の中原誠16世名人以来となる。2018年10月1日、第68回 NHK 杯2回戦で稲葉明に勝ち、史上5人目の公式戦、通算千3 0 0勝を達成。二千十九年一月十二日には、 第32期竜王戦4組ランキング戦で、船、高公平に勝ち、中原誠の通算1308勝を超えて、歴代4位の勝ち星となる1309勝を達成。また、2019年9月12日には、第78期準二戦 B 級1組で、松尾歩に勝利し、加藤一文の通算1324勝を超え、羽生義春。 大山康春に次いで、歴代3位の勝ち星となる1325勝を達成した。しかし、松尾戦以降は、順位戦で勝ち星を挙げることができず、2020年1月23日の、仙田翔太戦で敗れたことにより、最終局を待たずに、B 級二組への高級が決まった。名人経験者の B 級二組高級は加藤ひ文 丸山忠久に次いで、史上3人目、永星名人資格者で、A 級から高級した3人のうち、中原誠と森内俊之は、B 級一組でフリークラスに転出しており、永星名人資格者の B 級二組高級は、谷川が史上初となる。他の騎士が思いつきにくい手順で、たちまち敵の玉を寄せることから、 高速の寄せ、高速流というキャッチフレーズがついている。森内と幸は、終盤に、スピード感覚を将棋に持ち込んだ元祖とも言える、存在であり、寄せの概念を変えたと評している。しかし、2009年には、高速の寄せなくなっちゃったんでと、谷川本人も冗談めかして言ったように、必ずしも、高速にこだわらない気風へと変化しつつある。他に、 有力な指し手が二つ以上見えた場合、駒が前に進む手を優先して選ぶことから、谷川前進流とも言われる。谷川が色紙などに記号するときに、好んで書く言葉として、高速、前進、飛翔、気所有などがある。これらは、谷川自身の将棋感、特徴を表している。ちなみに、谷川は達筆であるが、一目で谷川が書いたとわかる。 独特の字を書く。谷川は、振り飛車も指すが、基本的には異飛車党である。プロデビューしたばかりの四段時代は、振り飛車党であったが、その後、拒飛者党に倶り返した。昭和と平成の境目の前後の頃には、先手番の角換わりを最も得意とし、他の異飛車党の騎士たちから恐れられた。アイヤグラは、あと、哲害が少しだけ不利だということが、定説化した頃からは、 あと、鉄外では矢倉を刺すことがかなり少なくなり、例えば島飛車を多用した。その後、横太り八五飛、相振り飛車、五起源中飛車など、流行の戦法を取り入れて、刺し方が多様化する。ちなみに、谷川の高速の寄せを信用したがために、対局相手が自ら転ぶケースも時たま生じている。一例として谷川が、 永世名人の資格を獲得した第55期名人戦の第1局の最終盤を挙げる。ハブは72手目に6号人差して、谷川の馬と金に両取りをかけた。馬は、ハブの玉に迫っている駒で、金は、谷川の玉を守っている駒であった。それに対して、谷川はほとんど時間を使わず、ハブ玉の近くに4一銀と打った。しかし、 この手は詰めろではなかった。ところが、ハブは谷川を信用して、その手が詰めろだと錯覚したため、金を取って、必死をかければ、勝ちになるところを、自陣を攻めている、馬の方を取ってしまい、結果、谷川の逆転勝利となった。デビュー直後には、はめ手として、古くから知られている、横太り四五角戦法を再発見して、連載、森安秀光、 東和男を36手で倒しブームを巻き起こしたことがある。詳細は末尾の年表を参照。他の棋士との比較はタイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を参照末尾の年表の一般棋戦優勝の欄も参照。谷川のプロデビュー以降に存在した棋戦のうち、新進棋士の棋戦を除けば谷川に優勝経験がない棋戦は、 下記の四つだけである。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。末尾の年表の、将棋対象の欄を参照。その他多数、谷川康二の年表では、谷川康二の戦績を年表にして記す。ありがとうございます。